夏目漱石の妻は NHK 総合土曜ドラマは区で2016年9月24日から10月15日まで毎週土曜21時から22時13分に放送された日本のテレビドラマである全4回主演は小野町子夏目漱石母を移100年にあたる2016年に妻夏目京子の漱石の思い出を原案として制作され 吾輩は猫である、坊ちゃん、心などの作品の下敷きとなった夏目漱石と妻、京子の夫婦生活、激動の明治時代を背景に二人が夫婦として成長していく様子を妻、京子の視点からユーモアを交えつつ描く。平成29年度文化庁芸術祭テレビ部門ドラマの部参加作品として、2017年10月18日から10月21日まで、 NHK 総合にて再放送された。裕福な家庭で自由に育った京子が19歳で、金之助と見合いをし、一目惚れで結婚をしてから、金之助が、英語研究のイギリス留学から帰国後、神経衰弱を患いながらも、我が輩は猫である、坊ちゃんなどの小説を、次々と発表し、重度の異界瘍に苦しんだ晩年までの、京子と金之助の物語を描く。 本編の番宣を兼ねたミニドラマ。漱石を慕う文化生たちが毎週木曜日に集まり、開催する木曜会での漱石の改良を待ちながらのやり取りを通して、漱石の意外な素顔を浮き彫りにする。漱石先生を待ちながらに関するカテゴリー。ありがとうございます。